ただいま、二人とも、元気してた？とりあえずちょっと様子見させて。うわ、ペコペコカラカラになっちゃってるし、毛並みも普通になってるな。ご飯もあげるけど、勘九郎はお風呂も入れてあげようか。よし、じゃあまあ、とりあえずお水をあげまして、ご飯もあげて、勘九郎はお風呂に入れて、そっから散歩行って、ちょっと今日は大会お休みにしとく？ちょっとここ最近あまりに連日大会出過ぎてたもんね。まあどのスポーツも選手にの休みは必要ですから。ちょっと今回は2人の大会はなしにしようかな。まあ前回ついにチャンピオンも取れたしね。よし、じゃあそしたら一旦勘九郎のシャンプーをしよう。わーしよ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 し。よし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 。さあ、とても綺麗になりましたと。そしたらお散歩行こうか。今日はどっちから行こうね。勘九郎から行こうか。綺麗になったばっかだし、すぐ散歩に行ってみよう。さあ、じゃあルート決まったし、行くか、勘九郎。とりあえずハテナいっぱい回りながらディスカウントショップと今回公園に寄ってみた。勘九郎公園まで寄ったことなかったもんね、そういえば。だからちょっと寄ってみたけど、どうなるかはわかんない。とりあえず散歩中のタウト。小川さんと少しお話をしました。君の芝居のかなりの甘えん坊だろう。そう、かなりの甘えん坊。團十郎の芸を覚えさせるときも目の前に割り込んでくるからね あれだけやめて、勘九郎。芸を覚えさせるときに目の前に来られるとちょっと大変なんだわ まあ、可愛いけどね、それも。さあ、タウトは仲良くなれるかね。ちょっといつも仲良くなれないからな、タウトは。もはや気になるようですで終わっても進歩まであるもんね、タウの場合。まあでもあんまり仲良くなれないか。まあ気になるようですならまあ進歩だわ。ハードル低いけど。まあ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 嫌いになったにならなくてよかったね。さあ次はアイテムか。何が出るかな。アクセサリーが欲しいな。いや、リナちゃん人形はいらんな。もう持ってるわ。売ろうかな。まあ、売るしかないよね。ちょっと待って。危ねえ。なんか、上のワンちゃんのマークが止まったから、なんか来るかと思ったけど、ゴミだったわ。よかった、止めなくて。止めたら食っちゃってたよ。危ねえ、危ねえ。さあ、次は、ドンゴロス来たね。今日の占い。ドンゴロス占いはどうなるかな？すごく賢そうな柴犬ですね。コンテストでチャンピオン。コンテストね。まあ、コンテストは團十郎の専売特許というか、團十郎に任せてって感じかな。お、いかないか。今、匂い嗅いでたよね、明らかに。もう一回匂い嗅ぐっていうこともあるんだよね、きっとね。離れちゃった。頑張ってくれ。行くんだ、勘九郎。頑張れ。無理か。いや、興奮気味になってきたな。お尻振ってるときは、でも、遊んでほしいときだと思うんだけどな。いけない？あ、無理だ、それ。それはダメ。気になるようですって終わっちゃったか。今日は吉。大吉全然引けないな、ドンゴロス占い。ちょっと待って、何してんだ？え、何してる？なんかすごい足踏みしてる。行くぞ。何今の足踏み？猫のふみふみみたいな感じの足踏みだったけど、来たー、ビスケット！これ欲しかったんだよ、マジで。もう爆買いしよう。100個買う、100個買うわ、100個。100個か。あー、これ以上持てません。マジか。99個しか持てない。え？ 99 個買っても5940円。安。そんなことある？むちゃむちゃ安いじゃん、ビスケット。やったね、ビスケットゲット。あとは、ピアノはいらない。シャンプーは少し買っておこうかな。ただ別にこれ、そんなに値段安くもないから、480円は。まあ、5個ぐらいにしておこうかな。まあ、それじゃあ、ここ出よう。いや、やっとビスケット買えたね。全然買えなかったんだよね。だから、芸を覚えさせた時のご褒美とかもずっとジャーキーばっかりだったから、なんか、マンネリで面白くないなと思ってたんだよね。やっとビスケット買えたわ。よかった。さあ次は？レザーカラー、オレンジ。ほう。オレンジか。あ、でも、勘九郎似合いそうだね。毛並み茶色っぽい感じだから、オレンジ似合いそうだけど、保護色すぎてダメかな。いや、まあでも、オレンジっていう色自体も、俺好きだから、割とありっちゃありだけど。まあ、勘九郎はさすがに和柄からな。さあ、公園到着。誰がいるかな？ちくわとミグか。おー、結構仲良くなりやすいメンツじゃん。まあ、ミグはあんまり仲悪くはならないけど、良くもならないんだよな。じゃあちょっとマーキングストリートでもかけながら、なんかで遊ぼうぜ。何で遊ぶ？どうせならなんか、
ちょっと変わったもので遊びたいけど、なんもないか、いいの。その他ってなんかあったっけ？木片、ティッシュ。ティッシュとか出したこともなかったな。ほら。でも犬って割とティッシュ好きだよね。なんか、あの中身出しまくるワンちゃんいたりするじゃん、たまに。あ、持って帰るやん。なんも見えん、なんも見えん。ほぼほぼティッシュが近づいてきてるんだよね、それは。見てこれ。画面いっぱいのティッシュ。お前かわいいな。これなんで出てるんだ一応。めっちゃかわいいじゃん。何それ、画面の半分以上をティッシュが占めてたよ。あ、また持って帰ってきた。あ、逆向きだとちょっと顔見えるね。そうお前賢いな、学ぶんだねそうやって。いや、ティッシュ思いがけず面白かったな。あ、また持って帰ってきた。前見えてないでしょそれ。あとそうだ、モアイとか拾ったんだこの前。モアイでもさ、重そうだよね。はい。あ、何？そんな音鳴るの？へえ。あと隕石もこの前拾ったんだよな。隕石って確かさ、投げるときにヒューって言わなかったっけ？あ、言わないわ。あ、でも、意外と軽そう。なんか、軽石みたい。かかとこすったら角質取れて綺麗になりそうじゃん。あ、でも興味なし。軽石に興味はないですか？さすがにね、君たちかかとガサガサじゃないもんね。まあそれじゃあこれぐらいにして外行こうか、カンクロ。まあでもなんかめっちゃ楽しそうだからちょっと見ていたいな。まあでもずっといるわけにもいかないから行こう、カンクロ。そろそろ公園出ます。まあ初めての遊びにしてはすごい仲良く行けたんじゃない。まあでも初めてっつってももうカンクロは子犬っていうか、まあ来てからはだいぶ経ってるもんね。まあまあまあ、それは慣れてて当然っちゃ当然なのかな。さあお疲れ様、満足したみたいです。それは良かった。さあ次は團十郎行くぞ。よし、じゃあルート決まったし行くぞ團十郎。まあとりあえずマップの右側のディスカウントショップに行きながら、マップ半分をもうぐるーっと回ってくる感じのルートになりました。おお、いきなりゴミ落ちてるじゃん。こんだけ家の近くのゴミだったら一旦戻ってさ、捨てようぜ。ちょっとさすがに家の目の前にゴミあるのも嫌だしさ。まあ、とりあえずディスカウントショップ到着。なんか売ってないかな。もうでもほとんどディスカウントショップで出る遊び道具みたいなのは全部買ったのかな。風船引っ張りロープ、ピアノ、あと何？縄跳びぐらいだよね、だって。って考えると、まあもうディスカウントショップ寄る理由もそんなにないのか。まあ、あれだね。節約できるっていう点では、まあ、ディスカウントショップ寄る価値はあるっていう感じかな。もうビスケットもね、99個買ったしね。爆買いもいいとこだよね。100個ビスケット買ってくお客さんいたら怖いけど。あ、てか海沿いなんか普通に走ってきちゃった。ちょっと最後ちょっと、あーもうたどり着いちゃったか。ちょっと、せっかく海沿い選んだのになんかすげえ突っ走っちゃったわ。編み込みカラー。あー、編み込みカラー。これこの前も手に入ったよな、確か。編み込みカラーもつけてみたいんだけどな。あーもう海の景色終わっちゃった。しまった。俺何のために海沿い選んだんだよ。夜の海見ながらちょっと散歩したら、なんかいい感じに雰囲気出るかなと思って選んだのに突っ走っちゃったわ。うわ、さつき久々だな。市川さんと少しお話をしました。團十郎はあなたのことを完全に信頼しきってるみたいね。それほどでも。さあ、とりあえずさつきと團十郎はあんまり相性良くないからな。仲良くなってほしいけど、ちょっと落ち着いて一回、團十郎。落ち着こう。ケツ振らずにさ。でも、さつきが落ち着いてないな。あ、いけるか？お！マジ？あー、ダメか。トゥルルルルルン、トゥントゥントゥン、来ないの？あー、離れちゃった。マジか。結局気になるようです。終わっちゃうのか。まあ、喧嘩しないだけ、まあ、いいと思った方がいいのかな。さつきは割と喧嘩率高かったイメージもあるし、タウと一緒で。だからまあ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 気になるようですって終わっただけまだマシか。しかも匂いもかけたしね。あれすらないこともあるからね。あれもないともうさ、どうしていいかわかんねえしな。あの、門前払いされるときね。もうお前なんて嫌いだよみたいな感じでさ、めっちゃ食いつかれるときあるじゃん。あれもあんまりね、どうしようもないしね。雑談しながら誰かの写真ゲットしたけど、ちょっといらないよもう写真。何枚手に入ったのこの同じ人の写真。誰なんだよ。そろそろ名乗り出てくれよ。アルバムにして渡すよ。ちょっとこれなんかありそうじゃない。あー、今上画面止まったからなんかあるかと思ったけど、何もなかったな。
お、白じゃん。これは仲良くなれる。来た来た来た。最近近所の猫が僕の前でよくマーキングしていくんだよ。そうなの？マーキング、おしっこしていくのかな。まあ、猫のマーキングっておしっこ以外にもいろいろあると思うけどね。爪研ぎとか、なんか鼻こするやつとか。まあ多分おしっこだろうな。犬飼さんのことだし。さあ、これはいくでしょ。オッケー。毎回團十郎もたれかかられる側なんだよな。まあうちでもそうだしな。甘えん坊の勘九郎を團十郎がお兄ちゃんしてるから。うわ、出たこのお尻。もう最高これ。このケツだけでマジで白米が5合食える。かわいいわ。いいのもん見れたわ、今日も。いやー、やっぱり、ワンちゃんと仲良くなってるところは、いつ見てもいいね。心が安らぐ。さあ、次のアイテムは何でしょう？ドットカラー。ドットカラー？これも持ってなかったんじゃないか、今。初めてゲットしたんじゃない？ドットカラー。ああ、違うかな？持ってたかな？まあ、今のところ、もう、團十郎も勘九郎も別に首輪は固定でいいかなって感じがしてるから、あれなんだけど。てか、また家の前にゴミあるじゃん。ゴミ持って帰ろうぜ。もうこんだけの距離じゃん。持って帰って捨ててあげようよ。さあ、團十郎はいつもよりご機嫌。それはよかった。さあ、お疲れ様、二人とも。とりあえずお水あげようか。お水をあげまして、今日はですね、もう一つ、やりたいことがございます。そう。三人目の、我が子を迎え入れたいと思います。飼う犬種はズバリシェットランドシープドッグです。いやー、シェットランドシープドッグね、俺すごい好きなんだよね。ただ結構さ、現実のシェットランドシープドッグと全然違う見た目してるよね、この2点ドッグスって。もうちょっとなんかもじゃもじゃもふもふのイメージがあるんだけど、こんなもんなのかな、子犬の時って。で、どのようカラーの子にしようかなっていう話だよね。あとは甘えん坊な女の子、人見知りをしますが愛嬌は抜群です。いや、可愛いね。のんびり屋な女の子、思いやりがあって争いを好まないタイプです。明るい女の子、初めて子犬を飼う。あー、明るい子か。へー、どんな子がいいかな。いや、のんびり屋な子いいね。うわ、シャイな性格の女の子、心を許した相手には家族のように寄り添えます。え、この子いいな。シャイな子なんているんだ。よし、君に決めた。決定です。この子に決めました。早速お家に連れて帰りましょう。いやー、ついに3人目の家族ができた。新しい子犬がやってきました。初めての場所に慣れるまで少し時間がかかるものです。いきなり散歩や大会に連れて行かずに、しばらく家の中で遊んであげましょう。そうね、まず最初はうちの甘えん坊が猛威振るってら。かわいいな、お前は。でもね、今は君じゃないんだ。ごめんよ。ちょっと待っててくれ。今はね、この子をちょっと、シャイだから、この子は。あんまりまだね、甘えられないだろうからね。ちょっとね、こっちから呼んであげないとね。かわいいね、君。あ、お座りして。ゴロンしてみる。あ、ちゃんとやるんだ。へえ、かわいいな。めっちゃいいわ。これ、一応、長毛だと思うんだけど、どうなんだろう。うわー、シャイなの？本当に。こんなに心許してるけど。あー、これあげる。はい。かわいいわー。いや、最近こうやってね、なでなでするパート少なかったから、うわー、ちょっと、嬉しいわ。いや、かわいい。何この顔。見てこれ。8万時間このままなでてられるもん。もう、摩擦で俺のタッチペンと DS がぶっ壊れてもいいから、このなでなでをやめたくない。とにかくこうしていたい。この画面右下だけ削れてもいい。だいぶ落ち着いてきたみたいですね。ところで、この子の名前は考えてありますか？もちろん。そろそろあなたの声で子犬に名前をつけてあげましょう。こんな風に言葉の最後まではっきりと発音しましょう。ラッキー、タロウ、マックス、顎パキって言った。顎関節症が出てる。太郎。よし、じゃあこの子の名前を呼びたいと思います。カオル。この子はカオルにします。聞こえたみたいです。さあ、もう一度。カオル。ここに来て一番シンプルな名前が来るっていうね。
聞こえたみたいです。さあもう一度。変わる？変わる？あ、覚えた。かわいい。自分の名前を覚えたみたいです。忘れないうちにメモしておきましょうと。まあもちろんね、うちのしきたりに従って、この子の名前は KOR でございます。かわいいね。この子の名前は KOR に決まりましたと。名前をつけてもらって、カオルも嬉しそうです。いろんなところに連れて行ってあげましょう。来たね、ついに新しい家族が。こう見ると團十郎ちっちゃい。ああ、でもなんかちょっとシャイっぽい感じが出てる。さあ、とりあえず首輪を選ぼうか。もう今首輪もだいぶ増えたからね、どれが似合うかな。まあ女の子だしね。スパイクカラーっていう感じではないもんな。幸運の首輪もな、別にデザインはそんな良くないし。編み込み。ああ、こういう感じなんだ、編み込みって。かわいいじゃん。あとは？プラチナ。ああ、スパイクっぽい感じがするね。デニムカラー。デニムカラーも結構かわいいよな。でもなんか、でかいな。ちょっと出っ張りすぎてる感じもする。ドットカラー。うわ、なにこれ。 かわいい。レザーカラー。まあでも、全部結構こんな感じで出っ張ってんのか。あ、オレンジもいいね。まあ、シンプルな単色も悪くはないね。まあ、それぐらいか。あとはこういう、ちょっと変わり種系の。サングラスとかはちょっとね、ユリの花。あ、かわいい。みんなの注目を集める綺麗な花飾りです。そんな説明あるんだ。水玉リボン。ああ、リボンか。蝶ネクタイっぽくなってんのもかわいいね。うん、そしたら編み込みカラーにしようかな。これ似合うね。かわいい。色合いもね、ちょっと近くて。かといって、なんていうの？隠れてしまうこともなく、ちゃんとね、ワンポイント出てる感じがいいし。ちょっと待って、お前、團十郎。ちょっと、今来たばっかりなんだから、そんなちょっかいかけないの。OK、編み込みカラーにします、この子は。いいね、カオル。ちょっと、状態を見てみよう。毛並みは綺麗。喉は空いて、あ、喉は空いてるじゃん。お腹空いてて、喉も渇いてるか。じゃあ、ご飯あげようか、とりあえず。お水と、無添加フードもあげないとね。ちょっと邪魔しないであげて。團十郎？ 何してんの？あんたらちょっと、そう、二人で遊んでなさい。ちょっと、カオルは今からご飯食べるんだから。よし、お水飲み終わったら次はご飯食べていいよ。無添加フードどうぞ。で、ちなみに今、毛並みはどうだった？毛並み、あ、長毛か、やっぱり。なるほど、なるほど。あ、ご飯食べ終わったのか。そしたら、散歩っていきなり連れて行けるのかな？もうこの状態になったら多分連れて行けるんだよね、きっと。試しに連れてってみる？あ、連れて行けるわ。おー、行けた。わ、短い。 すっごい短い。こんな短い。いや、どうしような、どこに行こう。よし、それじゃあ、ハテナ2個回りながら公園行くルートで行こう。ただ、ちょっと右上の公園だとね、他の子がいるから、ちょっとあえて、誰もいない公園を選んでみた。渡うか、いきなり。まあでも女の子同士仲良くできたりしないかな。深夜に眠っている子を何度も起こすと、昼間に眠る子になるから。へえ、そんなのもあったんだ。ちゃんと自分の、あれに合わせてくれるんだ、生活リズムに。え？あー、ダメ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 。ちょっといきなりそういうのやめて。うちの、あ、やる気満々だわ。気も据わってたわ。全然シャイじゃねえ。かわいいなあ。そういうところも好きだよ。いいね。そういうね、逆にもう自分から積極的に行く感じ。俺もそういうの大好きだから。さあ、公園到着だね。よし、公園に来てやることは一つ。そう。ディスクドッグだね。まあ、勘九郎アジリティ大会、團十郎コンテストと来たら、カオルはもちろんディスクドッグよ。ちょっと待って。興味なさそうなんだけど。興味あるかな？いや、興味ない子に無理やりさせるわけにはいかないんだけど、うちの家業を継げみたいなことを言えないから、ちょっと興味あるかどうかだけ試していい？ほら、あれ？全然興味ない？あ、行った。あ、うまっ！やばい、天才だ。 おい、カオル天才だぞ。これ、いきなり優勝あるぞ、これ。かわいい。いや、肉球かわいい、今の。わ、興味津々だ。いくぞ。はい、これは取れる。いける。頑張れ。オッケー、うまい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 。めっちゃうまいじゃん。あ、でも全然来てくんね。あ、来てくれた。いや、かわいい。いや、これずっとやりたかったんだよな。ディスクドッグ。これマジでかわいい。かわいさが詰まってる、これ。いくぞ。ほい。どう？いける？これ。ギリギリ。いけるか？どうだ？
無理か。あー、ちょっと飛ばしすぎたか。いや、でも練習すればいけそうだね。いや、もうこの、見てこの、走ってこっち来てくれる感じ。もう最高じゃん。いや、もう言うことなし。初めてのディスクドッグにしてはもう完璧だよ。行くぞ。ほい。これどう？これ取れる？ちょっと飛ばしすぎかな。さすがに飛ばしすぎたか。あ、ちょっと、追うの諦めちゃった。これもあれかな、何度もやってたら上手になったりしていくものなのかな、それともやっぱり投げ手次第っていう感じか。ちょっと手前めに投げてみる。こんな感じで。惜しい惜しい。あー、あ、でも今の地面ついてないんじゃない、ギリギリセーフでしょ。 OKOKOK。 まあ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 、じゃあ手前めに投げてあげることだな、とにかく。はい、こんな感じ、こんな感じの距離を維持してあげる。あー、どんまい、惜しいね。ちょっとこんな感じで練習続けてみようか。よし、じゃあちょっと練習の成果見せるぞ。いくぞ、カオル。いけ！取れるか、これ。ギリギリじゃない？いけるか？あー、惜しい！もうちょっとだった。もうちょいだな。いや、でも、投げ方はなんとなく分かった。画面下からスライドさせるんだけど、もう中央ぐらいで離した方がいいね。それぐらいの飛距離にしておかないと、カオルが間に合わないから。まあ、それぐらい、全力で投げずに、ちょっと軽めに投げる方がいいと思う。で、ちょっともう疲れたか。もうそろそろ疲れたわな。お水飲む？お水。いらんか。なんか、ご飯とかここであげれたりするのかな？ビスケットとか試しにあげてみる？食べるかな？これ手渡ししたいんだけどな。手渡しできないんだよな。公園の地面につけちゃうことになるんだよな。あ、でも食べた。あ、しかもなんかすごい美味しそうな顔した。いや、可愛いな、お前マジで。尻尾振って。かわいいね。あ、公園ってあれなんだ。芸を教えたりはできないんだね。お座り中にも別に右上に、あれ、電球出ないしさ。これも、試しに今ゴローンとかしてみても、出ない。へえ、公園はしつけっていうか、芸を覚えさせるのはできないんだ。よし、まあ、それじゃあこれぐらいにしておこうか。あんまりね、最初の散歩でそんなめちゃくちゃやってもしょうがないしね。そしたら次のハテナは何が出るかな。あ、またお友達か。いや、いきなりちょっといろんな人に会って大変だね。喧嘩せずに行けるかな。いや、でもいきなり喧嘩しちゃってるしな。まあ逆に大丈夫だろ。ああ、最初の散歩踏んだり蹴ったりだな。いや、でもしっかりやり返しに行くんだよな。それがすごい。もう座ってるわ。いや、もうごめんよ、最初の散歩でなんか少し疲れた。そうだよね、疲れるよね。いや、ちょっと社会の広さを思い知る散歩になっちゃったね。まあ次からあんまり散歩嫌がらないといいけど。カオルおいで。垂れ目だね、君。かわいい。まあそしたら今日は、おお、ジャンプした。こんなところで終わっとこうか。まあね、新しくカオルが家族に加わって一段と登る気は騒がしくなってまいりましたけども、こんな感じで今日は終わりたいと思います。まあ、次回はね、おそらく大会にも出ると思うから、頑張ろうな、一緒に初めての大会。では、また次回お会いしましょう。バイバイ。あれ？バイバイ。バイバイ。あ、できた。